優しくして人から舐められる人もいれば慕われる人もいる。今日はその違いを解説します。はい、こんにちは。ライフスキルティーチャーのミスターオカチです。本音で生きるための行動習慣やライフスキルをマックスと一緒に紹介してます。はい、以前の僕がそうでした。いつも明るく元気よく、できるだけポジティブで、そして笑顔。 そう周りの話をしっかりと聞いて思ってることは言わない相手が喜びそうなことを言うで自分がやりたいことは言わない相手がやってほしいことを言うそういうふうに周りの人に尽くして尽くして尽くしていましたそしてその結果どうでもいい存在になりました。 人から舐められてパン買ってきてパン買いに行って荷物持って荷物持ちました遊びにも誘ってもらわれずメン,バーにもなメンバーにも仲間にも入れてもらえずいてもいなくてもいい存在になってしまったんですそのようなことはありませんかそそうなんです。優しくしくてももも舐められる人もおれれるるる。人人おば、愛される人もいるそこには、 一定的な違いがあるんです今日はその違いを解説しますこの動画を最後まで見ていただけたらあなたの優しさが周りに届いてあなたは大切にされるようになります。ですから最後まで聞いてください。 えこのチャンネルではあなたがあなたらしく生きるためそして本音を選択して生きるための考え方そしてライフスキルを紹介していますよかったらチャンネル登録ボタンをポチッて押してもらえたら嬉しいですあと SNS でも「本音で生きる技術」のブログであったりラジオを毎日配信してますので概要欄からチェックしてくださいはいということではいきましょう、えー、今日は「優しくして舐められる人」と「慕われる人」 違いといととうことですその1なめられる人は嫌われたくないだから優しくする。 とということなんです。相手のためを思ってとか相手が困っているから助けてあげようではなくて自分が自分が嫌われたくない自分が好かれたいから自分が褒められたい自分が認められたいから相手に優しくすす。るとということなんですそれをしなかったら居場所がなくなるんじゃないか嫌われるんじゃないかっていういわゆる「 恐れです恐れがあるから優しくするということで、えっと、優しさは自分に向いてます、はい自分に向いていて相手に向いている優しさはこれは、ね、優しさではなくて恐れなんです。はい、自分のだから相手は優しさを受け取ってるんじゃなくて恐れを受け取ってしまってるだからなんかぎこちなくて不自然で素直に受け取れないんです。はい、これがまず一つ目 2つ目、な、えー、められる人は見返りが欲しいから優しくする何か自分がやってほしいことがある何やろ鉛筆化してほしいとかね、まあ、ちっちゃなことやけどうーんあ商品を買ってほしいとかねまる、えー、をしてほしいというなんか願望、えー、目標とかがあってそのためにそれを実現するためにその見返りが欲しいからあなたに優しくするでここでポイントを稼ぐ。そういうい 優しさです。その見返りがあるからか自然じゃないんですね。で相手も何か受け取ったら返さないといけないっていう気持ちになってしまう。だから自然に受け取れないんですね。受け取れなくてなん、えー、やろう受け取れなくてなんかこう違和感が出てくるんですね。で、えー、この相手を え自分の欲望を満たすために優しくするっていうことだから相手をね、物であったりリソースっていう風に考えてですね人扱いしてないんですよ物扱いしてるんですよだから自分が相手の欲望を満たすための物のやと思って相手に接していると相手もあなたのことを人間扱いしてくれなくなる物扱いされる舐められてしまうんですよはい、これが2つ目ですねで、3つ目3つ目は我慢してでも優しくする 自分がやりたいこと、自分が言いたいことがあってもそれを押し殺す、人に迷惑をかけてはいけない、人を困らせてはいけないっていう気持ちがあって、自分の気持ちを犠牲にしてでも押し殺してでも相手に優しくしようとする行動ですね。そうなると 我慢するってこの我慢するってこの状態ってね緊張状態なんですよリラックスできないんですよ相手も安心してリラックスできなくて安らげないんですねそうすると相手はその,、えー、その場所からね去っていってしまうんですよ離れていってしまうんですよはいということで今日は優しくしても嫌われる人の特徴っていうのを3つ紹介させて いただきました。まあ、嫌われるんじゃないな。慕われる人、あちゃう。優しくして舐められる人の特徴でした。はい。えー、まず一つは嫌われたくないから優しくする。本当に相手のためを思ってんじゃなくて自分の恐怖を解消するために優しくするということ。で二つ目、何か相手にやってほしいから見返りを期待して優しくするということ。 で3つ目自分の気持ちを我慢しししててででもも犠牲にしてでも優しくする自分が我慢していると相手にも我慢させてしまうんですよね私がこんだけやってるのになんであなたはやってくれないのっていう無言のプレッシャーで相手に与えてしまうはいということなんですではどうしたらいいのかあなたの優しさが伝わってどうやったらあなたは慕われるようになるのか っていうことですよね。優しくして舐められる人にならないようにするため、慕われるようにするためにはどうしたらいいのか？はい。それは。シュこれですね。シュシュ今日はちょっとね。噛みまくってます。噛まくちょっと寝不足なんでね。ちょっとご勘弁を。シュシュはい、これ見えますか？はい、しゅはい。 とということなんです、まあ。さっきの逆なんですけど優しくして慕われる人っていうのは自分で自分の気分を満たすことができるんですよで満たすということ心のねこういうエネルギータンクがあった時にこのエネルギータンクを自分で満たしていく相手から相手に満たしてもらおうと考えない自分で満たすんですよ ね、よくあるのが自分なんてダメなんだとか自分なんて価値がないんだ役に立たないんだって思ってしまうと自分の心のエネルギータンクに 穴が開いいてしまいますでその穴が開くと人から何を言われてもどんな結果が出てもエネルギーがどんどん外に出ていくのでいいつまででっても満たされないんですだからその穴をまず自分が埋めることが大事なんですよ。自分でいいところを見つけて自分の気分を満たしていくこの瞬間になんかやりたいなと思うことを一つ一つ叶えていくこといつも言ってるんですけどコンビニでちょっと高価なねチョコレートを買ってみるとかおしゃれなカフェに行ってみるとか好きな音楽を聴いて とかどんなことでもいいんですけどちょっと自分の気分を満たすで自分の悪いところじゃなくて自分のいい,いいところを見つける悪いところを見つけるとこれね穴がどんどん開いていくじゃないですかで穴が開いていくとエネルギーが空っぽになるんですよでいいところを見つけていくとその穴がね埋められていくんですねだから人から言われても褒められてもありがとうって言われてもそれを素直に受け取ることができるんですよそう穴が開いてたら人から褒められても、えー、そんなことないそんなことないって言ってそのエネルギーはね抜けていくんですよねだからいつね っても幸せになれなれいだから自分で自分の気分を満たすということがとても大事です。で自分,のじ自分で自分の気分を満たしてこのエネルギータンクがねいっぱいになったらあふれるじゃないですか。あふれた時に自然に相手に優しくしたらいいですよ。余裕がある時にね。余裕がある時そう。自分のエネルギーが空っぽでもうかすかな状態で無理してでも相手に優しくしないといけないってなるともう燃え尽きてしまいます。はい、でそのそのエネルギーっていうのは 相手にも伝わってなんか返さなあかんってなってしまって居心地が悪くなるんですよ相手からしてもねでこの自分が満タンやったらそれが溢れ出て,きてくるものだったら返ってこなくても別にいいじゃないですかだから目の前の人に、えー、未開の期待しなくなるんですよ自分で自分が満たされていたらねだから大事なことはまずは自分の気分を満たすエネルギータンクをいっぱいにする穴が開いてたらその穴を埋めるんです自分でいいところを見つけてね で一つ一つ自分がやるって決めたことその約束を一つ一つ叶えていくそうすることでちょっとずつねエネルギーが湧いてきますでこのエネルギーが湧いてきて満タンになったら自然に相手に優しくするということですそうすると相手に恩返しを期待しなくなるギブアンドテイクを求めなくなるんですよこのギブアンドギブンといわれる恩送りですよね慕われる人っていうのは本当に見返りを期待しないその人から帰ってこなくても別にいいと思ってるんですよいつかどこかかどこら 与えられると思ってるんですよ。be ギブしたら、B ギブンされると思ってるんですよ。与えられると思ってる。だから、その人から帰ってこなくても何も思わない。自然に優しくできる。自然に思いやりを持った行動ができる。これをオン送りって言うんですけど、これがすごい大事なのかなと思います。で、まあ、先ほども伝えたんですけど、その我慢しないですよね。自分がエネルギーが空っぽやったら、まずは自分を満たすことが大事です。で、こなんかこれをやったら、もやもやするなとか、これを。 これを言わなかったら嫌やなと思うことだったらちょっとそれを相手のことを尊重した上で自分の気持ちを伝えていくってこともすごい大事なのかなと思うだから我慢してたら相手に我慢させるからそれはいい関係を生まないだから自分の気分を満たして自然に溢れてくるエナジーで相手を幸せにするで見返りは期待しないいつか絶対帰ってくるんで何らかの形でその人からじゃなくてもはいでなんかもやもやするんやったらそのもやもやすることをやらない それ自分がそれ相手に尽くしてることでなんかモヤモヤするなと思うんやったらそれはもうやらないそれやめる勇気っていうのもすごい大事なのかなと思います。はい、ということで今日は優しくして舐められる人と、えー、慕われる人の違い っていうのを解説しました、えー、今日はねたくさん噛んでしまったんですけど、えー、一発撮りでやりたいなと思ってますのでご容赦いただけたら嬉しいですなんかようわからんなと思うことがあればコメントしていただけたら全部見てみます基本的に全て返事させていただいてますのでコメントもお待ちしてますでちょっとでも勉強になったなためになったなおかっちマックス頑張れっていう方は高評価ボタンを押してくれたら本当に励みになるのでよろしくお願いします、えー、このチャンネルではあなたがあなたらしく生きるためそして本音で生きるためのライフスキルを 返していますよかったらチャンネル登録ボタンポチって押してくれたら最新動画を見逃さないのでよろしくお願いしますはい、The e n それではワンダフルな一日をお過ごしください See you